どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、今日もレッスン始めていきましょう。今日のレッスン曲はすごいですよ。世界中でなんと100万回以上再生されているという、もう世界中で歌われているキッズソング代表、こちら Baby Shark、 こちらの曲をお届けしたいと思います。これね、 Baby Shark ってドイツのね、もともとね、童謡だったらしいんですけど、それが今やもう韓国から始まって、今世界的ムーブメントになって、もう各国で歌われていて、日本語バージョンもね、あるんですけどね、日本語バージョンって何バージョンかあるんですよ。で、今回はちょっとガズが一番可愛らしいなと思った日本語バージョンをちょっと取り上げてみようと思うんですけど、せっかくこれ世界中で歌われてる曲ですから、なんと今回4バージョンやります。見てください、これ。簡単版の日本語版、簡単版のイングリッシュバージョン、はい、かっこいい版の日本語版、かっこいい版のイングリッシュバージョンで、4バージョンでやってみようと思います。はい、とは言ってもですね、コードがですね、なんと入門コード4つでできる嬉しい曲なんですよ。しかも可愛いですよ。ずっと繰り返しの曲なんですけど、これはですね、なんかこう大人が聴いていてもですね、ずっと頭に残っちゃう不思議な メロディーっていうかですね、もうほんとハマっちゃいますから、これね、ぜひキッズとか、もうみんなも世界中のキッズと盛り上がれるわけですから、ぜひ取り組んでみてください。というわけでね、今日はかっこいいバージョン、簡単バージョン、それぞれ英語バージョンと日本語バージョンでやってます。主にリズムが違うだけなんですけど、これはね結構差がありますんで、簡単バージョン、かっこいいバージョン、ぜひとも最後までご覧になってください。さあ、皆さん音楽を始めましょう。でも音楽って難しそうだな、私にできるかな、私音楽ねやったことあるんだけどもう無理でしたみたいな方、そんなあなたもあっという間に今ご覧なってるガズレレ YouTube チャンネルのやり方だったら、ほんとびっくりするぐらい世界一簡単なウクレレ教室になってますね。すぐできます。もうちょっとしたらですね、この辺にリンクを貼るんですけど、このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、ほんとに誰でもあっという間です。もうこのガズレレ YouTube チャンネル、17万人以上の方がもうワイワイ音楽楽しんでおられますからね、皆さん不器用な方でも全然できます。はい、じゃあ行きますよ。このリンク、ここに行ってくださいね。こっから始まります。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた、この世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにアレンジしているレッスン課題曲、もうすでに1900曲ぐらいあると思います。皆さんの好きな曲もきっとあると思うんですけど、こんな感じでですね、皆さんがやりたい曲と、スペースガズレレというふうに、YouTube で検索していただくとですね、かなり出てくるんじゃないかなというふうに思われますので、やっぱどうせなんだ、好きな曲で練習した方がいいと思いますから、はい、やってみてください。それでは、Baby Shark レッスン動画入っていきましょう。流れとしてはこの後、日本語バージョンの簡単バージョンをやって、続けてすぐにね、英語バージョンやっていきたいと思いますので、ひとまずガズのデモ演奏をご覧になってください。やってみる、せーの。せーの。
マミシャッダディシャッドゥ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 ダディシャッドゥ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 ダディシャッドゥ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 ダディシャッグラマシャッドゥ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 グラマシャッドゥ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 グラマシャッドゥ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 グラマシャッグラマシャッドゥ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 グラマシャッドゥ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 グラマシャッドゥ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 グラマシャッLet's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. It's the end, do 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 do.シャークやってみました。なんともこの可愛らしいサメの家族の歌です。これでも歌詞見てると面白いんですけど、自分がサメなのにサメが来た逃げろって言ってるあたりがもう最高にね、ハッピーだなと思いますけどね。これ英語バージョンもかなりおすすめですよ。もうこれ世界中の方がね、きっとね、キッズたちと歌える曲になってますんでね。はい、2バージョンぜひともゆっくり練習していってください。今のシンプル簡単バージョンは今も言ったけど、さっきも言ったけど入門コード4つでできるね、ゆっくり4つ弾きでやったということなんですけど、最初のメロディーとかこう、ジョーズが最初出てくる時みたいな、あれも再現してます。あれこれ結構簡単なんでちょっとやってみてください。ちょっとこの後解説しますけどね。はい、まずはですね、シンプル簡単バージョンのガズさんに合わせて練習スタートしてみてください。シンプル簡単バージョンに合わせてできるだけでもですね、結構これ、ね、口がドゥ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 ルドゥルって言ってるうちにどんどんリズムが進んでいくんでね、なかなかこうね、忙しい頭なんか結構忙しくなると思うんでね、ぜひやってみてください。一緒にできるようになった方、できるようになった方おめでとうございます。はい、そしたら次のステップどんどん行きましょう。今度はですね、ガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出してどんどん歌っていく、これをやっていただきたいんですけど、最初から歌詞とコード丸暗記するのはね、今日いくら入門コードだといえね、これ歌詞をね全部順番通りに覚えるの大変だと思うんでね、まずは楽譜練習していきましょう。楽譜を見ながら練習していって、いずれ覚えちゃってね、きっともうみんなの目を見てね、こうやって楽しく歌うっていうのはいいと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるんだろうというふうに思うと思うんですけど、安心してください。今のねガズの演奏をちょっと見ていただくと、このガズのノートに手書きしたんですけど、こんな感じで書いていきました。これをねもうちょっとしたら画面にこんな風に映して、みんなもこんな書いて練習していったらいいよというふうにシェアしようと思っております。ではですね、今最近めちゃくちゃ便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ、このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたこのベイビーシャークを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から、毎月皆さん5曲を、お選びいただいて、即座にデジタルデータとして皆さんのお手元にさっとダウンロードしてですね、すぐに練習に入っていきますよという画期的なサービスになっております。そしてね、このガズクラブは、このね楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加がある、もう楽しい楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーってもって楽しむやつ、これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょ。はい、ものすごい充実しててね、でそこではね Facebook のね非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね、これも面白いです。でこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でねメンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で、毎週2回の、まあ、毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですからお勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですね、これやってます。ラジオ放送ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで、毎朝7時半から365日無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっとねぜひね見てみてください。さあそれでは楽譜見ていきましょう。ベイビーシャーク、はい、ベイビーシャーク、コード4つ。これはね、世界中で100億回ですよ、再生されてるという曲でございます。はい。で、ここはですね、さっきも言ったんだけど、イントロで、デーデン、デーデン、デーデン、2弦の3フレット、4フレット、これ後で解説しますけど、一応ここメモっといてください。2弦の3、4、3、4だよ、つって。で、
このコード進行覚えておいてください。もう最初から最後までこれだけですから。コード進行。CFAmG7。はい。で、ここで止まったり止まんなかったりするっていうのがあるんですけど、まあ雰囲気でいいと思いますけどね。で、これもね、もうこれでほぼ説明終わり。最初は、チービーザメ、日本語の人は、チービーザメ、トゥトゥルトゥル、かわいいってやってるでしょ、うん、で、英語バージョンの人は、ベイビーシャック、トゥ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 ル、ベイビーシャック、ベイビーシャック、ベイビーシャック。で、ここ、マーミーシャック、トゥトゥトゥルトゥル、マーミーシャック。マミーシャークだよね。外国人の人はお母さんのことママと呼ぶやつにマミーと言いますからね。で、ここはパパザメ。日本語ではパパザメだけど、これ、英語バージョンではダリーって言いますからね。はい。こんな感じで、グランドママ、グランマ。グランパーって感じでどんどんこうやって行くんですけどね。ここの英語が繰り返されるという英語バージョンです。はい。でね、もうこれ、書くほどの、あれかもしれないんですけど、ね、コード進行見て CFAmG7 でしょ。全部このコード進行見て、最初から最後まで全部これなんだけど、やっぱりキーポイントになると、早くなったり伸ばしたり。ここがですね、ほら、早くなるよ、ここ。ここね、忙しくね、ほら、サメが来たから逃げろーっつって言って、自分もサメなの逃げるのかなみたいな面白いですよね。で、この後、あ、よかった、助かったってこれ、伸ばしてね、ちょっとほっこりするみたいな、そのね、このうねりをですね、この短い曲の中で入れております。はい。いいですね。で、最後、ここそうだ、一回だけエンディングでちょっとコードが変わってんですよね。Am G7、はい、C で終わるよということでございます。はい、これ参考にしてみてください。そしてね、今これ、あ、そうだ、こうやって一応映しとこう。で、映しとくんですけど、さっき言ったガズクラブで、このね、楽譜、すごいこれ役立ちます、やっぱり。なんでかっていうとね、この、チビザメ、この、サの上に点があるんですよ、これ。かわいい。はい、これでね、一応点でね、リズムがわかるということがあって、位置関係とかもわかると思います。で、ここら辺をドゥ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 って書くとちょっとね、見づらくなっちゃったんで、省略してるんですけど、このね、楽譜を見ながらやることでかなりヒントは多いと思うんでね、で、ぜひともガズクラブで、この楽譜そのものでダウンロードもおすすめですけどね。まあ、今日はシンプルなんで皆さん書いていただいてもいいかなというふうに思うんですけど、とにかくね、自分のペースでゆっくり、これが最初はポイントになります。はい。で、出てくるコード言っとくと、はい、あ、出た、ほら、サメの親子だぞ、と、ね、書いてみました。はい。C と Am と F と G7。この4つはもう、問答無用のもうガズレレ入門コードの4つでございます。ウクレレを始めたその日にですね、覚えてもらいたい、もう簡単なコード。この4つでいきました。一応やっとく。一応。C は下1本だよ。ここね、3番目。はい。Am は、はい、一番上。上1本だよ。2番目。4弦の2番目。F は Am を押さえたまんま、ここを足す。指立てといてよ、F。で、G7 は、ここ F と同じよ。ここ同じ。ここにして、くるっと回転させて、ここね。F から行くときは、回転させると指入りますから、ここに。G7 はこの3つです。はい。こんな感じ。C、下1本。Am、上1本。F は斜め。G7 は正三角形。こうやって覚える。これがガズレレの基本4コードでできます。ぜひ皆さん、これ初心者の方からも取り組んでいただいて、もしね、外国人の方とかね、知り合いがいたら、この4つでできるんで、これウクレレレクチャーと一緒にこの歌をプレゼントするのも、めちゃおすすめですよ、ということでございます。で、今日はね、ちょっとこの後、イントロの解説をしていきたいと思います。ちょっとやってみますよ。まずね、これ簡単なんですよ。2弦ってここですよ。1弦2弦、下から2番目の弦の3フレットと4フレット、こうですね。こことここを、でーでんでーでんってやるだけなの。見てて。サメが来るのかな来るのかな、だんだん早くしていって、ワン、ツー、スリー、フォー。これでリズムに入っていく。これがいいと思うんですよね。はい。2弦の3、4、3、4、3、4、3、4。こんな感じ、ちょっと映画ジョーズの雰囲気をですね、この音に、ウクレレに、こう投入してですね、ムード、表情大事ですよ。みたいな、そんなムードが出せると盛り上がると思います。ガズさんもちょっとこういうの好きなんでね、ぜひ皆さんのやっぱ音楽って感情表現ですから、こういうの忘れずにやっときましょうということでございました。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンの解説って言ったってもう全く一緒で、リズムがこちらドン。8ビートのチャというリズムで、ちょっとね、こう、リズムにね、元気を出そうと。8ビートのチャというリズムでやってみたいと思います。8リンビートの、チャのリズムでやると、こんな感じになりますよ。ベイビーシャトゥ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 ル、ベイビーシャトゥ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 ル、ベイビーシャトゥ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 ル、ベイビーシャトゥトゥトゥル、ベイビーシャトゥトゥトゥル、ベイビーシャトゥトゥトゥル、なんかこう、すごいこう、なんていうか、小気味でしょ。元気がこうね、スイスイいっちゃう感じ。このチャっていう音が入ることで、ドライブ感、打楽器の要素が加わって、このね、疾走感が増すんですよね。海の中をスイスイスイと、
言ってるようなイメージで弾けると思います。はい、この8ビートのチャンネルやり方、ここでリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚でございまして、その中に8ビートのチャン濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされておりますので、じっくり見てものにしていってください。これは8ビートのチャンかなり気持ちいい曲だと思いますからね。はい、このリズムを全体体全体でこう生み出しながらやっていくと。で、やっぱキーポイントになるのは、そのイントロの、デーデンデーデンのところと、あと途中リズムが速くなったり、伸ばして遅くなったりする、その抑揚をうまいことつける。ここ大げさにやればやるほど盛り上がれるんじゃないかなというふうに思います。あ、ちなみにちょっと言い忘れてましたけど、速くなるところで原曲だとキーがね、ちょっと上がって、転調というのが入るんですけど、ここはガゼレレ流簡単ウクレレレッスンプログラムですんで、あえて転調なしの簡単バージョンのままで、最後までやっておりますね。そこのところはね、ちょっとご認識くださいということで、まあ、とにかくですね、もうみんなと一緒に楽しく歌って弾こうということがね、これ第一目標にしてますんで、どんどん取り組んで、もういろんなもう世代を巻き込んで歌っていきましょう。さあ、それではサメの家族を頭に思い浮かべながら楽しく歌っていきましょう。ベイビーシャークガゼレレルかっこいいバージョン、まずは日本語版のかっこいいバージョンやって、その後英語のかっこいいバージョンを続けてやっていきます。じゃあやってみる。せーの、ちびざめトゥトゥルトゥル、かわいいトゥトゥルトゥル、およげトゥトゥトゥルトゥル、ちびざめママざめトゥトゥルトゥル、きれいトゥトゥルトゥル、およげトゥトゥトゥルトゥル、ママざめパパざめトゥトゥルトゥル、強いぞトゥトゥルトゥル、およげトゥトゥトゥルトゥル、パパざめばあちゃんざめトゥトゥルトゥル、優しいなっちゃう。これモリモリ元気曲ですね。これはですね、やっぱりこう日本にとどまらず世界中で歌われているっていうのも一個のキーポイントですね。ちょっと外国行ってキッズを見つけたら、ちょっとこれでは4コードで、入門4つのコードでベイビーシャークトゥトゥトゥル歌ってあげたらきっと喜ばれるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ皆さんやってみてください。さあ、皆さんお知らせです。11月11日は何の日か知ってますか？これ1が4本でガズレレの日ということに勝手に
制定しております。つまりこの11月11日、つまり今日から言うと明日になるんですけど、はい、イベントやります。どこでイベントやるかというと、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルでイベントです。ライブ配信、どなたでも参加できる、無料で参加できる YouTube ライブを配信しますので、ぜひ皆さんパソコンの前にお待ちくださいませ。明日の20時半、夜8時半からですよ。よろしくね。そして今この本も発売になってますよ。はい、ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室、ガズピアノもやってます。この本とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひあのインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね。こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもねそうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部であの売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかというと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そして、ね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聴くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さん、どんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。